エスケープアットダンネモラ脱獄はアメリカ合衆国のリミテッドドラマシリーズ。最高警備と言われるダンネモラのクリントン刑務所から脱獄を企てる受刑者と周辺の人物を描く。2015年に実際に起きた脱獄事件を元にしている。ベニチオ・デルトロが主演し、ベン・スティラーが制作を務めた。全7話のリミテッドシリーズとして2018年11月から12月に、 かけて、ショータイムで放送された。日本では光 TV で配信されている。番組は評価から高く評価され、プライムタイムエミー賞やゴールデングローブ賞などにノミネートされた。凶悪犯罪者ばかりが収容される、最高警備レベルを誇るクリントン刑務所。そこに服役するリチャードは仲間を集めて、脱獄を計画する。 エスケープアットダンネモラ脱獄の主要キャスト。上段左からベニチオ・デルトロ、パトリシア・アーク・エット、ポールダノ、ボニー・ハント、エリック・ラング、デビッド・モース。本作は批評家から高い評価を受けている。批評集積サイトのロッテントマト図には52件のレビューがあり、批評家支持率は88%、平均点は10点満点で7.16点となっている。また、 メトクリティックには27件のレビューがあり、荷重平均値は78、100となっている。ありがとうございます。